このビデオではマイナス27デシベルの防音に成功した防音室の設計についてお話したいと思います。今回作成した防音室は空きスペースの関係でこのような縦長で室内が畳の2分の3程度の小さな防音室になります。私が米国におりますのでインチとセンチメーターの両方でサイズを書いております。防音効果はホワイトノイズを使って スピーカーとマイクの位置を変えずに、ドアを開けた状態と、閉めた状態で測定しております。設計をする前に、まず防音の基本を理解する必要があります。防音イコール、壁の重量×機密、プラス防振と考えております。音を通さない、重い壁を作っても、機密が不十分であれば、音は漏れます。機密が十分でも、壁が軽ければ、音が伝わってしまいます。 この両方を満たした防音室に床等を経由して振動が伝わらないように防振することで防音が可能となります。音は空気の振動で押したり引いたりする物理的な力です。このため、防音するためには空気の振動に動かされにくい重い壁が必要となります。吸音フォームやパネルは防音、特に遮音の観点ではほとんど効果がありません。 再度申し上げますが、物理的な振動である音のエネルギーをどれだけ跳ね返し、また吸収して、内部に伝えないかということになってくると、壁の重さが非常に重要になります。今回は壁の重さを実現するために、石膏ボード、英語ではドライウォールですね、これを外側に2枚、構造体を隔てて内側に2枚の計4枚で壁を構成しています。これにより、 1>, 1平米あたり 26.5kg の重さを実現しています。もし、防音に関する知識が十分でないと思われる方は、YouTube にある防音アドバイザー、みなきさんのビデオをご覧になられると非常に参考になります。いろんな実験もされていますので、壁の重さが重要だということがよくお分かりいただけるのではないかと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。壁の構造を もう少し詳しくご説明すると、石膏ボードを外側2枚、内側2枚、石膏ボードとの間に構造を作るための木材が入っていまして、木材の枠の中には、共振を防ぐための吸音材として、グラスウールを入れています。石膏ボードと石膏ボードの間には、グリーン接着剤という、防音、防振用の接着剤兼シーリングを挟んでいます。また、 石膏ボードと木材の間には厚さ 4mm のフォーム状のテープ、機密防水用のパッキンテープを挟んで機密を確保しています。これで直接、振動が構造材に伝わらないようにしています。内壁の内側には反響抑制のための吸音パネルを貼っています。なるべく比重の重い吸音素材を選んで貼っていますが、見た目はいいのですが、体感としてはほぼ効果なしです。 非常に高い音には効果があるのかもしれませんが、普通の声ではほぼ効果がないという状況です。追加でロックウールのパネルを追加していますが、これは反響抑制に非常に効果的でした。ロックウールのパネルは足せば足すほど反響が抑えられ、レッドな空間になっていくので、自分の好みに合うように順番に追加をしながら調整しました。機密の観点では、 壁の接合面の機密を確保することに注意しました。具体的には、接合面に段差を設けて、そこを全部シーリングとパッキンすることで、機密を確保しています。あとは、石膏ボードと石膏ボードを継ぐ場所も全てシーリングをしています。壁を1枚貼るごとにシーリングすることで、機密を確保しています。床面との間には、防振用のゴムを挟むことで、 振動が伝達されることを抑制しています吸排気については床面側から吸気し天井側から排気しています。フェルトの吸音材を敷き詰めたジグザグ構造の中を通すことで外部の騒音の流入を抑えています。ロックウールの吸音効果の高さを知る前に製作したのでフェルトを使いましたがロックウールを利用すればより吸音できると考えています。どうしても 電源ケーブルの防音室内への引き込みが必要になるので、側壁に穴を開けて引き込んでいます。外壁と内壁の穴の位置を変え、かつ、それぞれの穴の位置を個別に囲い、フェルトで防音しています。ケーブルと壁の間は、シーリングで機密しています。ドアの機密性を上げるのが非常に難しいのですが、ここは、機密シーリング用のパイプと、ラッチを複数設置して、 手前に引くことで機密度を上げています。また、全体重量が約5 0 0ラムぐらいになので、古い木造の今の家では、床が荷重に耐えられない可能性が高いため、床下にフロアジャッキを4本追加しています。1本で3 0 0ラム耐えられるジャッキですが、それを4本分散して設置することで余裕を持たせています。フロアジャッキの下には、園芸用のコンクリートブロックを噛ませて、上には、 若干木材を足す形でジャッキアップしています。照明は発熱が問題になることが分かっていたので発熱量が少なく調光できる LED 照明を使っています。LED 照明への配線はベッド、防音室内に引き込んだ電源に排気用のジグザグ構造の中を通して配線することで配線が外部に出ないように工夫をしています。換気用のファンについても内部から 排気用のジグザグ構造の天井内を配線しています。引き続き、制作編も参考にしてください。この防音室を使って録音した妻の歌も概要欄にリンクを貼っておきます。お楽しみください。